吊り下げ型給油ユニットとは NPP、ズベズダが開発した空中給油ポッドである。設計者は GI セベリンと BI カラチェンコ。イル -78 の翼カパイロンに装備されたアパス -1970 年代、運用に入ったス -24 は作戦行動半径を拡大するため空中給油装置の装備が必要とされた。 これに適しているのは同じ飛行特性を有し、同じ地上基地に配置された専用型スマイナス24であった。スマイナス24は爆弾層を有していなかったため、ホースと燃料移送ポンプとドラムからなる吊り下げ型給油ユニットの開発が始められた。1975年には回収されたスマイナス15での飛行実験が開始された。この他には、 イルマイナス38がこのプログラムに関与していた。最初の飛行試験は、経験豊富なテストパイロットである VP バシントジュ・アイ・ヤマーシェフが行った。試験中、同じタイプの空中給油システムを戦術及び長距離航空機に装備させる提案が上がった。その結果、汎用ユニットを開発する仕事が与えられた。これは、 様々な種類の航空機に吊り下げられることになり、サハリンのコードネームを授与された。同時に、イル -76 に基づいて、イル -78 を開発するよう命令が出された。アパスの飛行試験は、イル -76 に乗せて実施された。アパスの作業は1983年に完了し、完成した。ソ連では1980年代の後半から、 ミグ -29 と約 -141 を除いた戦術航空機に空中給油システムを設置する可能性を想定していた。ミグはミグ -25PDZ とミグ -31B に受け油プローブを設置した。同様にス包囲もス -24 に加え、ス -27 の一部、ス -30、ス -33、ス -34? スマイナス35に受け油プローブを設置した。それらの他には、スマイナス160などの爆撃機、A-40 水陸両用飛行艇、A-50 早期警戒管制機、イルマイナス80コマンドポスト機が装備した。特に、ストバー運用を行うスマイナス33やミグマイナス29系はカタパルトを持つ空母からの発艦と比べ、発艦重量が制限されるが、 燃料を減らして武装を搭載し、発艦後、本ポットを装備した機体からバディ給油を行うことで、行動範囲を大きく増やすことができるようになった。これらの新しい機体に加え、つ -95 やつ -142 などの古い機体にも改良型に導入された。この給油ポットは、ほとんどがテイポークで生産されてきたが、ソ連の崩壊とともに生産は停止した。 しかし、2000年代に入って、それらのポッドが寿命を迎え始めたことから改良型のアパス -1M を、ズベズナがロシア国内で生産を再開する予定である。パズ MK を装備したミグ -29K ポッドは、汎用通信ノードコネクターを介して、パイロンに装備される。西側諸国が使用する吊り下げポッドと違い、アパスは先端に、 プロペラ上の風力発電機を持たないが、内部に小型のエアタービン装置があり、燃料供給用のティネマイナス152段延伸ポンプの駆動に用いられる。これによりアパスは西側の同様のポットより高速飛行が可能である。燃料の移送は空力タービンに接続された延伸ポンプが行う。またこのタービンは発電も行う。先端のフェアリングは 給油時に空気を取り入れるために前方にスライドする。フェアリングの動作は油圧式で氷結を防ぐため電気式の防氷システムが備えられる。円筒部の直径は 600mm で燃料ホースとドラムが格納される。後部には動作状態を知らせるランプが装備される。ホースの駆動リールはエアタービン軸から減速ギアを介してドラムに接続されており、 これにより展開される。給油は接触と同時に自動で開始され、計画された量になったら自動で停止する。給油中はオペレーターが手動で給油を停止できるほか、ホースが最大長になるか給油する、航空機との間の相対速度が秒速3メートルを超える場合には自動で停止する。効果的な応答システムの搭載によりアパスは秒速2.5メートルの速度で航空機の 相対的運動を処理する。受け油側は小型機用、大型機用を装備する必要があり、どちらも最大流量は2500リットル、ミニッツである。なお小型機用は、NATO 互換であるため、西側諸国の給油機から受け油できる。中国ではアパスマイナス1をコピーしている。開発にあたってはウクライナからの支援があったとされる。 2006年9月に製造に関する契約が調印され、2014年1月には J-15 が搭載しているのが確認されている。最初の飛行試験は同年6月に実施されたがこれは失敗に終わった。2015年に中国メディアは、アビッチ航空宇宙生命事工業がアッパス -1 の試験を完了することを期待しており、 近い将来に大量生産を開始することができると報道した。同報道によれば、アビッチ ALA は作業は最終段階にあるとしており、また最新の改善を行わなければならないとした。その後2016年12月の空母両名の太平洋への展開時に J-15 に搭載されているのが確認されており、量産体制に入ったと思われる。将来的には、 y-20 をベースとした給油機に搭載されるとみられている。ありがとうございます。